最初にですね、さら直子さん、本日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美瑛町に移住した経緯からお聞きしてもよろしいでしょうか。はい。なんか長年移住を夢見ていたとか、そういうんじゃなくって、夫婦の間で突然移住の話が出て、ポッとで、その前提として、夫がスキーが趣味で、ゆくゆくは旭川界隈暮らしたいなっていうのがあったのと、私が何年か前からちょっと農業に関心を持ち始めたっていうのがあって、そんな前提があっての、コロナウイルスの蔓延で、なんていうのかな、このまま都会で暮らしてていいのかなっていうふうに、感じたので、なんか移住するなら今なのかなと思って、それで2021年に家族で移住してきました。その農業は自分でやる方なのか、それともちょっと関わることなのかみたいな、そういった部分で あまり深くね、考えてなかった、勉強不足な面もあったんですけど、やっぱりなんていうか新規就農への憧れみたいなのはあったんですよ。自分 の農園を持って自分で育てた野菜を売るみたいな、そういうのに憧れは あった。で、いろいろ情報を集めたんですけど、やっぱり農業をしたいのが、夫婦2人じゃなくって私1人だけだったんで、どこもやっぱり女性一人での新規就農は無理ですと、なんというかこうちょっと諦めきれないまま、情報を集めていたら、たまたまその美瑛で、大きな農業法人を、している、農場の社長さんがオンラインでセミナーで話していて、社長さんに連絡してみたら、やる気があればいつでも人手は募集してるんで、いつでも受け入れます、来てくださいっていう風に言ってもらったので、まず手始めにちょっと新規就農は諦めきれないけれども、まずはその農業に携わるっていうことの方が大事だなと思って、その農業法人で働き始めました。はい。一人で会社を設立して、代表取締役としてやっているアグリターの活動について、カトゥーム農場で残酢を使って再利用するっていう、その考えに至った経緯というか、なんかきっかけっていうかあるんですか？そのトマトの栽培の過程で、葉っぱとか茎とか、ここ捨てる部分がたくさんあるんです。こんなにあるなら何かに使えばいいじゃんって思ったのが始まりです。今はそのトマトの茎とか葉っぱを乾燥粉砕して混ぜ込んだ、使い終わった後堆肥になるっていう循環型食器っていうのをメーカーさんと作ってるのと、あとはそのトマトの茎葉っぱを混ぜた和紙を、製品化することができました。美瑛で子育てすることに対して何か魅力とか、こういうところもそうだったらいいのになみたいなことあったりしますか？その子供が、子供だけで遊んでいても、安心、親として安心して見守っていられる、今はもう放課後自由に遊んできなよっていう雰囲気で、なんか安心して子供だけで遊ばせることができるっていうのは、こっちに来てよかったなと思います。研究所の検討されてる方になんかこうメッセージ的なものをもらえたら嬉しいなと思ったんですけど、やっぱり私もその新規就農なのか、でも雇用されて農業に携わるのかっていうのはずっと考えてて、でその時に、農を生業として農業するのか、それとも農的な暮らしがしたいのかっていうのは考えたんです。その時にやっぱり私は
脳を生業とは できないなと、そこの覚悟が、まあ、できなかったっていうのもあるので、もし農業にね関心を持たれている方は、農的な暮らしを希望しているのか、それも仕事としてやっていくのかっていうところをこう気持ちを整理するだけでも違う、次に向かって進み方が変わってくるのかなっていう気がします。美瑛移住を検討されている方にメッセージをいただけたら皆さんに、皆さんそれぞれの直感を信じて行動すればいいと思います。誰かの情報を信じるよりも、自分が住みたいか住みたくないか、引っ越したいのか引っ越さなくてもいいのか、私はそこに尽きると思っていて、家で暮らしたいなって、その気持ちを大切にしたらいいんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます、はい。